あります。で、今前に見えてるのは富田川、向こう側が富田の浜ですね。このまままっすぐ行くと、富田川の河口に行きます。河口の堤防ですね。でこれを左、あとは、ずっと道なりです。で目印は、目の前に、老人ホームが2軒、ちょっと緑色っぽいところ。ここを右に行っても、行けます。このまま橋を渡って目の前が老人ホーム。血の釣りです。水温の高い夏の時期とかに、できます。車が離合できないんで、この辺が離合のポイントになります。で、ここからまた道が狭くなります。でここはトイレもついてますし、駐車場もあります。夏の海水浴とかでもここは遊べるところです。でも駐車場ですね。15台ぐらいは簡単に軽く置ける場所です。はい、到着です。